どうもピアです。今日はですね、モトスコ憩いの森キャンプフィールドというところに来ています。こういうモトスコの港湾キャンプ場の反対側に位置するところにあるんですけど、ちょっと富士山見えないですけど、すごい絶景です。ちょっとご紹介していきます。これが、A サイトですね。A サイト、A の5。広さは、6メートルの8から10メートルぐらいですかね。このようにちょっと木がかかって元スコが見える絶景ロケーションですね。A は結構人気だと思います。で、A の7。ここは8メートル、6メートルぐらいですかね。そんなに広くない印象です。A の8。で、ここが B ゾーンか、B6。今日は午前中に貸し切りの学校の行事の貸し切りがあったみたいで、今はお客さんは多分いないと思います。ここは今 B ゾーンですかね。こちらが A ゾーンですね。この辺りはこのようなちょっと段々になっているところを登ってきたんで、景色がいいですね。木がかかった元スコは非常に景色がいいです。で、ぐるっと一周回っていきます。こっちもか。ここは駐車場かな。行きたいと思います。こっち A サイト、こっちもサイト A サイトですね。こっちは先ほどご紹介したよりはなんかこう自然の作りになってるというか、四角形に区切られてるような感じじゃなくて、広さは確保はされてないようですけど、あっちよりはちょっと狭めですけど、なんか自然を感じて、戻すことの距離も近いんで、ソロとかはこの辺いいかもしれないですね。ここ A の9です。一番端のサイトですね、ちょっと上の方に上がっていきたいと思います。管理棟の裏のとこまで来てます。炊事場がありますね。テントがありますね。よし、
が C サイトですね。 C の2、こっちはあの直接落とすコは見れないんですけど、林間サイトという感じです。このような景色です。非常に涼しいですね。ここが C1 です。 A と B に比べて C は広いですね。こんな感じです。このような景色ですね。すごい木に包まれてて、でこんな感じでこう太陽の光もいい感じですね。ちょっと降りていきますか。サイトかな。こっち行ってみよう。かっこいいね。あれじゃないかな。なんかもっとあれじゃないと思うけど、あれかもしれない。なんか楽しそうね。見てみるわ。ちょっとトイレ見てみます。あ、女子トイレか、こっち。トイレです。こちらがシャワートイレ。シャワートイレはウォシュレット付きです。洋式、和式の水洗、和式の水洗が2つと、ウォシュレット付きのトイレが1つですね。このように薪がいっぱいありますね。バンガローも、1,2,3,4,5,6個ありますね。5、6棟ありますね。でこちらが一周してきました。最後にこの辺をちょっと炊事場をチェックしてみたいと思います。こんな感じですね。非常にロケーションが素敵なキャンプ場でした。今はちょっとあのコロナの関係で売店やってないみたいなんですけど、まあ、今日時点でですね。なのでいろいろ買い物はしていってから、ご利用された方がいいかなと思います。以上で、ご紹介は終わります。最後までご視聴ありがとうございました。